初の四大大会優勝に向けて期待が高まるテニスの西堀圭選手です19日に開幕する全豪オープンを前に NHK の単独インタビューに応じ自分らしいテニスでなるべく高いところに行きたいと抱負を語りましたどの選手もタフな相手なのでなかなか簡単に勝ち上がっていくのはやっぱり難しいですけどまあこのああのまあ、年始初めのグランドスラムで えー、なるべく高いところまで行けるように頑張ります現在世界ランキング5位の錦織選手去年は全米オープンで準優勝するなど大きく飛躍しました優勝を目指して臨む今年最初の四大大会全豪オープンは錦織選手にとって相性の良い大会です2012年には四大,大大会では初めてベスト8に進出し去年 おととしもベスト16入りしました。西織選手です。やりやすさとか、こうやっぱり同じアジア、オセアニアで。こうオーストラリアでできるって言うのは、あの少しこう。ホームアドバンテージに近いようなところは感じますね。ね全豪オープンのコートはアスファルトなどでできているハードコートで。ボールの球足が速く、バウンドが安定しているのが特徴です。 俊敏なフットワークと強いストロークが持ち味の錦織選手が力を発揮しやすいコートです錦織選手が今年特に取り組んでいるのがサーブのレベルアップです先週開かれた男子ツアーの開幕戦ブリスベン国際ではその成果を発揮スピードも速くなり時速200キロ近くに達しましたこれから強く あのなっていく上でより必要なのはまあサーブ、スピードだったりコースだったり、えー、まあいろんな球種を混ぜたりっていうまだまだサーブというのはもうあの強くなれると思って,やってます全豪オープンの開幕まであと4日に迫り今日からマイケル・チャンコーチも合流してショットやリターンなどの改善に取り組みました。

今までは挑戦者として結構いろんな試合に臨めてたのがやっぱり5位というえまランキングがあることでえやっぱりシードも守っていかないといけないしランキングも守っていかないといけないのでまあいろんなこう違うプレッシャーが今までとはかかるかなと思います集中力を保ってあのこうまあいいプレーを心がけてあの自分らしいテニスっていうのを最初からやっていきたいです 自分自身は意気込んではないですけど自分らしいプレーっていうのを心がけているので、えーまあ、自分があのできる最高のパフォーマンスをまあ1回戦から出していきたいですね。